スノーマンメグロレン、三代目の名曲ダンスカンコピー、好きすぎてキクルー決める男と絶賛の嵐。スノーマンメグロレン、26が8日放送の TBS 系、それスノーマンにやらせてください2時間半 SP 金曜午後8時に出演。関口メンディ、エグザイル、ジェネレーションズ、らが所属する LDH チームと、後藤真希らが所属するダンス女子選抜チームと即興ダンスバトルで対決した。 メグロは三代目 J ソウルブラザーズの名曲 R.Y.U.S.D.I. を振り付けの完全コピーに即興で挑戦した。黒のつなぎを着たメグロはベルトコンベヤーに乗り、左手で右手の二の腕をつかみながら登場。キレッキレのダンスを披露した。審査員のダンサー高弘から完コピー認定をゲットすると、メグロはすかさずガッツポーズを見せた。ダンス後の好評では、 振り付けの一種のランニングマンが一つ足りなかったと指摘されるも、全員がパーフェクトだと思える空間を作れているのはすごいこと。微妙に小さな間違いはセーフと説明された。X、旧ツイッターでは、メグロの華麗なるダンスに賞賛の声が集まった。 R, Y, U, s D, 愛踊るメグロくん顔もウェーブも腰の入れ方も胸ヒットも好きすぎて気が狂いそうメグロさんはやっぱり決める男めちゃめちゃかっこよかった、などと書き込まれていた。